こんにちは、つっちです。今回は、北海道、ゴルフ5カントリー、リバイコース、東コースの2番ホール、レギュラーティーからピンまで458ヤード。ロングホール攻略を紹介します。当ゴルフ場は、ゴルフ5レディス、プロゴルフトーナメントを、2023年9月1日から9月3日まで開催します。2番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット左サイドに池があるロングホール。ティーショットは奥に見える赤い屋根が狙い目。セカンドショット、セカンドから池が絡むため正確性が要求されるホールです。サードショット、グリーンは池に向かって傾斜しており、右から攻めるのがポイント。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。東コースの2番ホールはパー5、レギュラーティーからピンまで458ヤード、ハンディキャップは4、右ドッグレッグのロングホール。難易度は9ホール中2位、平均スコアは 6.45、 平均パット数は 2.06。 90切りの人は4オン2パットが無難、100切りの人は5オン2パットが無難です。東コースの2番ホールパー5、レギュラーティーからピンまで458ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、左サイドに池があるロングホール。ティーショットは、奥に見える赤い屋根が狙い目。東コースの2番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドから池が絡むため、正確性が要求されるホールです。東コースの2番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、グリーンは池に向かって傾斜しており、右から攻めるのがポイント。東コースの2番ホール、パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。次回は東コースの3番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちください。